だから、このよく言う腰っていうもの,の単体でその回したりとか切るとかっていうのは実際上はや,やらないことなので,で、まあ、英語的に言うとそのヒップターンっていうのはそのお尻の位置がこうやって回ってるっていうふうな表現を使うのは多分そっちが正しいだから基本的にはバックスイングっていうのはこの大腿骨がしっかりこの股関節に一回ぐっとはまること、ね、はまる今度はダウンスイングが入ってきたら今度は左の大腿骨がしっかり股関節にぐっとはまる。 っていうふうふなこととこの肩甲骨がしっかりこうやって動くことによって、まあ、ある程度の自分の回転を補ってるっていうことかなでそうすると比較的いろんな障害が出にくいで言われるのはこうやって横にスライドするのが一番効率悪くて必ずこういうふうにその運動っていうのは前後にこうやって動いてるそれから真上に動いてるっていうふうなことの組み合わせがその曲線の中になってできてるよっていうことかな